政治イデオロギー自由主義古典的自由主義古典的自由主義は個人の自由と小さな政府を強調する思想であり、伝統的自由主義、レッセフェール自由主義、市場自由主義、また英語ではリバタリアニズム、英米以外では単に自由主義と呼ばれることもある。人間の合理性、個人の財産権、自然権、自由権の保障、個人の拘束からの自由、政府に対する憲法的制約、自由市場、そして政府に財政面の制約を課すための均本位性を重視する。これらの価値は、ジョン・ロック、アダム・スミス、デイビッド・ヒューム、デビッド・リカード、ボルテール、モンテスキューらの書物で挙げられているものである。このことからわかるように、古典的自由主義は、18世紀末から19世紀にかけての経済学的自由主義と政治的自由主義が融合したものである。古典的自由主義の規範の中心となるのは、レッセフェールの経済によって、内在的秩序、すなわち見えざる手が働き、社会全体の利益となるという考えである。ただし、国家が一定の基本的な公共財を提供することには、必ずしも反対しない。古典的という形容は、より新しい20世紀の自由主義や、それに関連した社会自由主義のような動きと区別するために、後から付けられたものである。この新しい自由主義は、経済的問題について国家が介入者としてのより強い役割を担うことを促すものである。一方、古典的自由主義者らは、最小の政府の枠を超えることに懐疑的であり、福祉国家論に反対の立場を取る。古典的自由主義は19世紀末から20世紀にかけて一旦廃れたが、20世紀に古典的自由主義の復活に寄与したと目されるのが、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼス、フリードリヒ・ハイエク、ミルトン・フリードマンの3人である。経済学的局面において、この復活は、主にその反対者から、新自由主義と呼ばれることがある。なお、ドイツのオードリベラリズムは、これとは全く意味が異なる。アレクサンダー・リュストーや、ウィルヘルム・レプケは、レッセフェール自由主義者と異なり、より国家による介入を志向しているからである。古典的自由主義は、現代のリバタリアニズムと共通する面が多く、この二つの用語は、小さな政府を主張する人によって、ほぼ互換的に用いられている。ヨーロッパでは自由主義は、多くの対抗勢力からの反対を受けたのに対し、アメリカでは、自由主義の理想に対する反対は、ほとんどなかったため、自由主義は強く根付いた。産業革命期から大恐慌を経て、アメリカの自由主義は、最初の思想的挑戦を受けることとなった。大恐慌の時までに、アメリカの自由主義は、それまで反対していた大きな国家に対する考え方を変えた。この転換について、アーサー・シュレジンジャーはこう書いている。産業構造が複雑化するにつれて、機会の平等を保障するために、政府によるより強い介入が求められたとき、伝統的な自由主義は、ドグマにとらわれるのではなく、最終的な目標に忠実であろうとして、国家に対する見方を変えた。社会福祉国家という概念が登場した。そこでは、国の政府が高い雇用水準を維持し、生活や労働の基準を監督し、企業間の競争の方法を規制し、様々な社会保障制度を確立する、明示的義務を負っているとされた。アーサー・シュレッセンジャー・ジュニア、リベラリズム・イン・アメリカ、A Note for Europeans, in the Politics of Hope Now。これに対し、ヨーロッパでは、イギリスの島々を除けば、自由主義は、社会主義のようなライバルたちと比べて、かなり弱い立場にあり、支持を失っていたので、その意義についての変化も起こらなかった。ところが、1970年代までに、経済の伸び悩みと、税金、負債の上昇が、新たな古典的自由主義の復活を促した。フリードリヒ・ハイエクとミルトン・フリードマンは、財政政策における政府の介入に対する反対論を述べ、その考え方は1980年代からアメリカ及びイギリスの保守政党によって採用された。実際、ロナルド・レーガン米大統領は、フレデリック・バスティア、ミーゼス、ハイエクの影響を認めている。ナンシー・L・ローゼンブラムは次のように書いている。古典的自由主義の核心にあるのは、次のような命題である。自発的な組織を育てよ。政府の大きさ、そしてさらに重要なのは、その守備範囲を制限せよ。国家が、人々を、破滅的、規制的な生き方から遠ざけ、生産的な生き方へ導くための基本的な法の支配を提供すれば、社会は自分の力でやっていく。人々を繁栄させようと思えば、人々に自らの生活を送らせよ。ナンシー・L・ローゼンブラム、ロナルド・レーガン。インサイダー・ロナルド・レーガン、A Reason Interview、Reason、ジュライ1975。古典的自由主義は、特に個人の自立権を強調し、財産権が個人の自由にとって不可欠であると考える。これがレッセフェールの原則の哲学的基礎になっている。もともと古典的自由主義者のイデオロギーは直接民主制に反対するものであった。なぜなら多数派による支配というむき出しの概念には多数派がいつも財産権を尊重したり、法の支配を維持したりすることを保障するものは何もないからである。例えば、ジェームズ・マディソンは直接民主制に反対し、個人の自由を保障した立憲共和政体を支持して、その理由を次のように述べた。直接民主制においては、ほとんどの場合に、一つの感情や利益が多数派によって共有されるであろうが、弱者を犠牲にしようとする誘因をチェックするものはない。アンソニー・クイントンによれば、古典的自由主義者は、束縛されない市場が人間の需要を満たし、資源を最も生産的な使用に向けるための最も効率的な仕組みであると信じている。古典的自由主義者は保守主義者よりも最小限度を超える政府の存在に対し懐疑的である。ただし、無政府資本主義者のウォルター・ブロックは、アダム・スミスは自由経済の衝動者であったと同時に、政府の多くの分野での介入も許容していたと指摘する。古典的自由主義による規制されない自由市場の提唱は個人が合理的で利己的でかつ目標に向かって順序だった行動をするという想定に基づいている。古典的自由主義は個人の権利は自然的内在的ないし不可侵のものであり政府の存在とは関係なく存在するものであると主張する。トマス・ジェファーソンは、これを、不可侵の権利と呼んだ。彼は、正当な自由とは、他者の同等の権利によって、我々の周りに惹かれた、制約の範囲内で、我々の意思に基づいた行為が妨げられないことを言う。これに、法の制約の範囲内でと付け加えることはしない。なぜなら、法とはしばしば独裁者の意思に過ぎず、また、それが、個人の権利を侵害する場合は常にそうであるからである。と述べている。古典的自由主義にとって、権利とは消極的性質を持つもの、すなわち他者が個人の自由に介入しないよう要求する権利である。これに対し、社会自由主義は、個人が他者から一定の利益やサービスを受けられる、積極的権利を有すると主張する。社会自由主義者と異なり、古典的自由主義者は、福祉国家論に対して敵対的である。そして、実体的平等には、関心がなく、法の前の平等にのみ関心を持つ。また、古典的自由主義は、社会自由主義に対し、批判的であり、個人の権利を犠牲にして、集団の権利を追求することに反対する。ハイエクは、古典的自由主義の中には、イギリス系と、フランス系という二つの異なる系譜があるとする。ハイエクによれば、デイビッド・ヒューム、アダム・スミス、アダム・ファーガソン、ジョサイア・タッカー、エドマンド・バーク、ウィリアム・ペーリーといった、イギリスの思想家によって代表される系譜は、経験論、コモンロー、そして、自然発生的に生成した慣習や制度に対する信頼を表現したものであった。一方、フランス系には、ルソー、コンドルセ、百科全書派、順応主義者が含まれる。この系譜は、合理主義と理性の無限の力を信じ、時には、伝統や宗教に対する敵意を見せる。ただし、国によるラベル付けが、それぞれの系譜に属する人に正確に対応するものではないことは、ハイエクも認めるところである。例えば、ハイエクは、フランス人のモンテスキュー、バンジャマン・コンスタン、アレクシス・ド・トクビルは、イギリス系に属するとし、イギリス人のトマス・ホッブズ、ウィリアム・ゴドウィン、ジョゼフ・プリーストリー、リチャード・プライス、トマス・ペインは、フランス系に属するとしている。また、ハイエクは、レッセフェールというラベルは、フランス系から来たものであって、ヒュームや、アダム・スミスやバークの思想とは無縁のものであるとして、これを退けている。アダム・スミス。現代の古典的自由主義のイデオロギー的起源は、古代、ギリシア及び中世の思想に遡ることができる。16世紀スペインのサラマンカ学派は、その先触れとして引用される。彼らは、人権と国民主権を強調し、道徳は宗教に基づかなくても良いと信じ、また商業を道徳的なものとして弁護した。デジデリウス・エラスムスやニッコロ・マキャベッリなど、その他のルネサンス期思想家は、中世の宗教的伝統に代わるヒューマニズムの台頭を象徴している。トマス・ホッブズやバールーフ・デ・スピノザといった17世紀の合理主義思想家は、社会契約のような、後に自由主義が重きを置くことになる理論を発展させた。しかし、自由主義が古典的な形で定式化されたのは、啓蒙時代になってからであった。ジョン・ロックの市民政府に論は、権力の正当性は、筆者の同意に基づくとし、アダム・スミスの国富論は、経済への国家の介入と保護貿易を主張する、重商主義を退け、現代的な自由市場経済の理論を発展させた。これらの初期の自由主義者は、重商主義を、大衆の幸福を犠牲にして、特権階級を富ませるものであるとみなした。このほか、初期の自由主義的表現としては、フィンランドの政治家で、哲学者のアンデルス・キデニウスが推進した、自由主義北欧学派がある。アダム・スミス、リチャード・コブデンを含む何人かの自由主義者は、国家間の財の自由な交換は、世界の平和に結びつくと主張した。コロンビア大学のエリック・ガーツキ博士は、モンテスキュー、アダム・スミス、リチャード・コブデン、ラルフ・ノーマニ・エンジェル、リチャード・ローズ・クランスといった学者は、長く、自由市場には、国家を、戦争が繰り返されるという不安から解き放つ、潜在的な力があると推測してきた。と述べている。民主主義的平和理論で知られる、アメリカの政治学者、ジョン・R・オニールとブルース・M・ラセットは、次のように述べている。古典的自由主義は、自由と幸福を増進する政策を提唱した。彼らは、起業家精神を奨励し、生産効率性を高めるために、商業階級に、政治的な力を与えようとし、勅許や独占、重商主義の保護貿易政策を廃止しようとした。彼らはまた、民主主義と自由放任経済が戦争を減らすことになると期待した。ジョン・R・オニール&ブルース・M・ラシット、ザ・クラシカル・リベラルズ・ワー・ライト、デモクラシー、インターディペンデンス、アンド・コンフリクト、1950から1985、インターナショナル・スタディーズ・クオータリー41、ナンバー2。267から95、アダム・スミスは、国富論の中で、社会が、狩猟社会から、産業社会へと進歩していくとともに、戦争による、戦利品は増えるであろうが、戦争の経費もそれを上回って上昇するので、産業化した国にとって、戦争を行うことは難しく、コストのかさむものになるであろうと論じた。戦争の栄誉、名声、報酬は、中流、産業階級のものにはならない。戦場は、民衆の地で考えされた、上流階級の農場である。前世紀中頃にそうであったように、我々の貿易が海外の俗領に依存していた間は我々の工場主の顧客たちを従わせるために武力と暴力が必要であった。しかし戦争は最も力を消耗させる割には、見返りとなるものを何も生み出さないばかりか、生産的な仕事から労働力を奪い取り、貿易の流れを分断することによって、様々な間接的な形で、富の創出を妨げる。そして、何年も戦闘が続けば、何度も、戦時国債を発行するたびに、商業地域、工業地域ではますます負担感が増大する。リチャード・コブデン、エドワード・P・ストリングム、コマース、マーケッツ、アンド・ピース、リチャード・コブデン、S、エンデュアリング・レッスンズ、インディペンデント・レビュー Q、ナンバー1、105、110、115、商品が国境を越えられないときに、武力が超える。フレデリック・バスティア、ダニエル T ・グリズバルデ、ピース・オン・アース、フリー、トレード・フォーメン、加藤インスティチュート、ディセンバー31、1998、互いの利益のために、暴力と戦争に反対する人々は自然に結びつけられる。交易の精神は戦争と共存することはできない。そして遅かれ早かれ、この精神はすべての人々を支配する。なぜなら、平和という崇高な理想を国家が追求するようにさせる上で、国家に属するすべての力の中で、財政の力が最も信頼に足りるからである。世界のどこで戦争が勃発する脅威が迫っても、国家は、この目的のための永久的な同盟を結んだかのように、調停によって、それを回避しようと努めるであろう。イマヌエル・カント、永久平和のためにコブデンは、戦費が国家の繁栄を阻害し、少数のエリートを益していると信じた。イギリスの帝国主義は、重商主義政策による、経済的規制の帰結であるとした。コブデンや、その他多くの古典的自由主義者にとって、平和を唱える者は、必然的に同時に自由な市場を唱えるべきだと考えられた。オブジェクティビストセンターの所長でリバタリアンである、デイビッド・ケリーは、古典的自由主義者の自由の概念は、現代的リベラルの自由の概念とは、全く異なったものであるとする。古典的自由主義者が自由貿易と小さな中央政府を主張するのに対し、現代的リベラルは自由と人権を定義し直し、財産権、労働、資本を広範に管理する大きな政府を認める。アダム・スミスは人間の福祉に最も叶うようにするためには、個人は生活を維持し、財を取得するという自己の利益を追求できるように、自由に放任されるべきであり、政府は自由な企業への介入を避け、ただ不正な競争に対する監視に留めるべきだと主張した。古典的自由主義の自由の概念について、エディンバラレビュー誌は1843年にこう書いている。貿易の自由、思想の自由、言論の自由、そして行動の自由は、一つの大きな基本的真実の変形に過ぎないということ、これらすべてが維持されなければならず、そうしなければ、すべてが危機に直面する、すなわち、一心同体であるということを信じなければならない。また、ケリーは、古典的自由主義者は、自由を消極的自由、すなわち、他者の強制的行為からの自由として捉えていると指摘する。現代的リベラルは、積極的自由、すなわち、財の提供を求める権利を含めて考えている。現代的リベラルが理解する、積極的自由は、古典的自由主義者が理解する、消極的自由と対極にあるものである。ジョン・スチュワート・ミルは、この違いを認識して、次のように述べている。文明化した社会の構成員に対し、その意思に反して正当に権力を行使し得るのは、他者への危害を防ぐことを目的とする場合だけである。物質的に、あるいは道徳的にその人のためになるというだけでは、正当な理由として不十分である。ニューディール政策を実行した、フランクリン・ルーズベルト大統領。1877年から1937年にかけてのアメリカにおける、レッセフェール的立憲主義から、ニューディール体制へ。古典的自由主義から民主主義的社会福祉国家主義への自由主義の転換がどうして起こったのかは学者による研究の対象となっている。19世紀、ほとんどの民主主義国家で選挙権が拡大し、新しく選挙権を得た市民は、政府による経済介入に対する賛成票を投じることが多かった。識字率の上昇と知識の広がりは、様々な形で、社会的な積極行動主義へ結びついた。自らを社会自由主義者と呼ぶ人々は、児童労働を禁止する法律や、労働の安全の最低基準を定める法律の制定を求めた。これに対し、自由放任経済を主張する自由主義者は、そのような施策は、経済成長の妨げとなるだけでなく、自由に対する不当な制約であると考えた。そのため、19世紀の社会自由主義は、古典的自由主義とたもとを分かつこととなった。1911年、レナード・T・ホブハウスは、著書、リベラリズムを出版し、そこで、新しいリベラリズムについて述べた。それは、政府の経済への介入を一定限度で認め、彼が、正当な同意と呼ぶ、取引の平等に対する集団的権利を認めるものであった。ハイエクは、ホブハウスの著書は、古典的自由主義とはあまりに異なるものと捉え、リベラリズムではなく、ソーシャリズムというタイトルの方が正確だっただろうと論評した。なお、ホブハウス自身は、自分の考えをリベラルソーシャリズムと呼んだ。アメリカでは、リベラリズムという言葉は、社会自由主義を指すことがほとんどである。一方、ヨーロッパのいくつかの国では、リベラリズムはアメリカでいうリバタリアニズムを指す。つまり、ヨーロッパのリベラリズムは自由な市場経済とより小さな政府を支持するものであることが多い。オーストラリアでは中道右派、すなわち保守政党の名前がオーストラリア自由党である。自由という言葉が選ばれたのは、旧コモンウェルス自由党を指し示すとともに、社会主義者のオーストラリア労働党と区別するためであった。しかし、現代アメリカ的用法が知られているため、自由という言葉は、自由党の党員ないし支持者を示す場合から、古典的自由主義者を表す場合、さらには現代アメリカ的意味でのリベラルを表す場合まで、広い意味を持ち得るものとなっている。社会自由主義が古典的自由主義の思想に基礎を置くものであるか否かについては論争がある。自ら古典的自由主義者を名乗るジョージ・メイソン大学の教授、レナード・リッジョは、社会自由主義は古典的自由主義と同じ理論的基礎を有するものではないとする。彼は次のように述べている。古典的自由主義は自由主義である。しかし現代のコレクティビストたちがアメリカでその呼び名を奪ってしまった。幸いなことにヨーロッパではそうではなく、彼らは自らを社会主義者と呼んで満足していた。一方、アメリカでは誰も社会主義者と呼ばれたがらず、自らが社会主義者であると認めたがらない。リッジョは、それが自由主義の意味がヨーロッパとアメリカで異なっている理由だと考えている。ルートヴィヒ・フォン・ミゼスやハイエクらオーストリア学派、またミルトン・フリードマンらシカゴ学派も社会自由主義が古典的自由主義から連続的に発展したものであるとの主張を否定する。フリードマンは次のように述べる。19世紀末から特に1930年以降のアメリカで自由主義という用語は、従来とは大きく異なった点に重点が置かれるようになった。特に経済政策の分野ではそうであった。望ましいと考えられる目標を達成するために、私人の自発的解決よりも、主に国家に頼ろうという姿勢と結びつくようになった。自由よりも、福祉と平等がキャッチフレーズとなった。19世紀の自由主義者は、自由の拡大が福祉と平等を促進する最も効率的な方法であると考えていたが、20世紀の自由主義者は福祉と平等が自由の前提条件、あるいはそれに代わるものと考えている。福祉と平等の名のもとに、20世紀の自由主義者は、まさに古典的自由主義が戦ってきた相手である。国家の介入政策とパターナリズムの復活を施行するようになった。時計の針を18世紀の重商主義に逆戻りさせているのは自分であるにもかかわらず、20世紀の自由主義者は、真の自由主義者を保守的であると酷評したがるのだ。ハイエクは、自分は保守主義者ではない。なぜなら自分は自由主義者だからであると論求した。そして、自由主義のラベルを現代の戦勝者らに引き渡すことを拒んだ。ハイエクは、保守主義が道徳的、宗教的理想に依拠している点、ナショナリズムに傾いて、世界的な観点を避けようとする傾向がある点と、比べても、保守主義とは思想的に一線を画していた。ヨーゼフ・シュンペーターは、これは、最上の褒め言葉なのだが、私企業のシステムの敵は、そのラベルを着服してしまうのが賢いやり方だと考えたのである。と述べ、暗に、社会自由主義者が自由主義という言葉を盗み、本来の意味とは対極的な定義を与えてしまったと示唆している。ピューリッツァー賞を受賞した作家ダニエル・ヤーギンと、ファイナンシャルアドバイザーのジョセフ・スタニスローは、アメリカにおける自由主義の意味の変容について次のように書いている。1920年代、ニューヨークタイムズ紙はリベラルという由緒ある言葉の着服を批判し、ラディカルな赤の学派はリベラルという言葉を元の所有者に返すべきだと論じた。彼らはこのニューヨークタイムズによる批判をもとに次のように主張する。革新派の著述家たちはリベラルという言葉を革新主義の代用語として用いた。革新主義という言葉は、落ちた英雄、セオドア・ルーズベルトと結びつけられて、輝きを失ってしまったからである。という。彼らはまた、ハイエクが、なぜ私は、保守主義者ではないかと題するエッセイで示した次のような、見方にも同意する。すなわち、フランクリン・D・ルーズベルトは、自由主義は、経済生活に対する政府の義務と責任についての変容を遂げた概念を表すわかりやすい英語であると述べたが、そこでリベラルという言葉を左翼ではないかという非難をかわすために用いたというのである。一方、社会自由主義者たちは19世紀末イギリスのトーマス・ヒル・グリーンから始まって繰り返し自分たちの自由主義は古典的自由主義の革新的な価値観とは整合的なものであると述べてきた。彼らの立場は次のように要約することができる。個人に対する強制が行われるのは政府による場合だけでなく、私、企業から契約という合意を装って行われる場合もある。したがって政府に対するのと同様に、私、企業に対しても、その権力に制限を加える必要がある。自由主義にとって最終的に重要なのは束縛からの自由ではなく個人の自律性であり、国家との関係における消極的自由はそれ自体が目的というよりも積極的自由を達成するための手段に過ぎない。手段だけでは不十分であり、場合によってはそれが経済的、社会的不平等を減らすことによる全体の自由の最大化を阻害することすらある。ノースカロライナ大学チャペルヒル校の人文学の教授、ジョン・マガウアンは、現代アメリカのリベラリズムは、合衆国憲法を制定した、建国の党たちのリベラリズムから進化したものであると指摘する。マガウアンによれば、建国の党たちは、政府が経済を規制することに積極的であり、資本家のレッセフェール的イデオロギーは、金ピカ時代までは、ヨーロッパのように優勢にならなかった。アメリカのリベラルの、こうした、積極主義的姿勢は、権力をできる限り広く分配し、すべての権力を、チェック&バランスのシステムに置こうとする欲求に、遡ることができる。現代アメリカのリベラルは、権力が、経済的エリートに集中することを防ぎ、市場や企業の力と政府の力とを均衡させ、それによってチェックから漏れる力をなくすことを目指している。さらに、現代アメリカのリベラルは、経済の一定の側面について政府が規制を行うことが、積極的自由を提供するために不可欠であると考えている。現代アメリカのリベラルは、革新主義の後衛であり、現代アメリカの保守派は古典的自由主義の直系の後衛であると言える。財政保守主義という用語は、通常、古典的自由主義的な経済観を持った自由市場経済を志向する人々を指す。したがって、アメリカでは財政保守主義は伝統的に自由主義的な経済観を有しているのである。もっとも、財政保守主義は現代アメリカの保守派の一つの要素を構成するに過ぎず、他に、社会保守主義と外交政策上の保守主義という要素がある。新古典派経済学の論者を、右派経済自由主義者、自由保守主義者、新右派とみなす考え方があるが、これに対しては、このような用語の選び方は、初期の自由主義の政治的立場を無視して、アダム・スミスやリカードといった古典派経済学者の業績だけに注目したもので、あるとの批判がある。また、ハイエクによる古典的自由主義観は、ジョン・ロックや J.S. ミルのような優れた思想家の業績を無視した特異なものであるとの論調がある。しかしながら、ハイエクはその政治学の著書の中で、J.S. ミルを51回、ロックを32回引用している。ピサ大学政治学部の教授ライモンド・クベッドは、リバタリアニズムと古典的自由主義を区別するのは難しい場合が多い。最小国家主義を信奉する、いわゆるリバタリアン、ロックやノージックに始まり、国家は財産権を実効的に保障するために必要なのだと考える人々にとって、これら二つの名称はほとんど互換的に用いられている、と述べる。リバタリアンは、自分たちと古典的自由主義は多くの哲学的、政治的、経済学的姿勢において共通していると考えている。しかしながら、これは単なる表面的な類似に過ぎないという反論もある。リバタリアニズムと自由主義の類似は表面的なものである。究極のところ、リバタリアンは自由主義にとって本質的な制度を否定するものである。リバタリアニズムと似ているのは、自由主義が歴史的に自分たちの敵とみなしていた価値観、すなわち、封建主義の基礎となっている私的政治権力の理論の型だというのが正しい理解である。封建主義と同様、リバタリアニズムは、正当な政治的権力は私的契約のネットワークの中に置かれると考える。政治的権力とは、全体の利益のために公平に行使されるべき公的権力であるという自由主義にとって本質的な理念をリバタリアニズムは否定する。同様に古典的自由主義とリバタリアニズムの違いを強調する論者は古典的自由主義の代表的思想家たちはリバタリアニズムから遠く離れたところにいたと指摘する。アダム・スミスは市場を重視しながらも数多くの例外を認めていた、穏健な自由企業論者と見るべきである。彼は、至るところに、政府の存在を許容していた。ジート・ヒアー19世紀半ばの、エイブラハム・リンカーン大統領も、国家による鉄道の供給、規制を認めるホイッグ党的な経済自由主義に、則った政策を取った。1862年の太平洋鉄道法によって、大陸横断鉄道の建設が行われた。ただし、こうした指摘は、リバタリアニズムを絶対的な自由放任主義であると捉えていると思われる。確かに一部のリバタリアンは、すべての政府による介入に反対しているけれども、一定の政府による介入や、道路や公益企業の提供を例外として認めるリバタリアンもいる。したがって、一部の古典的自由主義者が、絶対的な自由放任主義に対する例外を設けていることを理由に、リバタリアニズムは古典的自由主義とは異なるものであるとする主張は、ある一つのタイプのリバタリアニズムを前提としたものに過ぎないと思われる。また、自由主義的制度に備わるチェック&バランスの仕組みが、多くのリバタリアンの支持する完全な経済的規制の撤廃と衝突するとして、リバタリアニズムと自由主義は根本的に折り合わないものであるという議論もある。しかし、古典的自由主義、リバタリアニズム双方の内部に多数の党派があるため、両者の移動についての議論は難しい。例えば、そもそも、最小国家主義のリバタリアンも、必ずしも完全な経済的規制の撤廃を主張しているわけではなく、少数の限られた公共財については税金をもとに供給することを支持している場合が多い。オックスフォード大学教授アラン・ライアンは次のように述べる。現代のリバタリアンが言う、自分たちは古典的自由主義者であるとの主張は全面的に正しいわけではない。ロバート・ノージックのアナーキー、国家、ユートピアに代表される、売春、薬物使用、非オーソドックスな性行為など、被害者なき犯罪を非犯罪化すべきだとする、リバタリアンの思想の系譜が少なくとも一つある。そういった主張は、ジョン・ロックやアダム・スミスにはなかったものである。ありがとうございます。